タート農野菜をおい農野菜をわしらうまい飯食うて、まぶい著者に頑張ってもらうために頑張っとるんじゃないかないじゃないの農野菜をわしらうまい飯食うてまぶい著者に応援するために頑張ってもらってんじゃないのそれも銭がなきゃできやせんのでほうじゃけん銭に体張るんが何が悪いの仁義なき戦い広島死闘編大友勝利し、はい、大友勝利って呼んじゃうよね、うん、勝利し勝利しのバカーって言ってたから勝利しだよあれはまあそうだねそう、うん、ね何が悪いの仁義が立たん、はい、全くわからない、はい、突然の仁義なき戦いのだから入るお金を稼いでも幸せになれないな広島にヤクザは2つもいらんのじゃこの日本に一月万札は2ついらんのじゃまあ2つあったら普通にパクリでしょそうやね、うん、それは言った方がいいよ、はいね、そんなわけでうつ病社長のうつ本音トーク3月始まったな千葉真一みたいに元気でいたいねあいつ絶対テストステロン高いよあいつ絶対テストステロン高いし絶対幼少期に問題があるよねいやあるでしょ、まあ、全員あるだろうな、うんはい、お金を稼いでも幸せになれない話はもうこれで2回目ですよあ、そうだっけそうだよ、前だってさちょっともう鬱だといろいろ忘れっぽくてマジかうん、まあ、今日はでも比較的元気かなあ、ほんと根津さんがいたからじゃない、うん、まあそれもあるけど、あのあれだよなんか仕事したくてさうん、え、うん、そうなの ?3 月まああの土日一生懸命休んでたついつい仕事したくなっちゃうからなんかで結局土曜日仕事しちゃったしねって言ってたようん日曜日はこう頑張って仕事しない疲れたんちゃう、うん、っていうふうに思ってたからおお、うん、今日なんか昨日の夜ぐらいの気持ち、うん、ああ明日やっと仕事できるワーカーホリックとはそのことですないやでもさこれがあの問題でさ、はい、なんかずっとやってもやってもやってもまだ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 やれるまだやるどんどんやれるみたいな感じに思うから、うんうんうん、しかもそれは幸せにつながらないと仕事をしてもしてもしても、うん、おおもっと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 でどれだけ稼いでももっと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 ってなるとなるほどつらいつらいっつうが大変じゃんうんまあね、うん、仕事好きなの仕事は好きというか、うん、なんだろうやれちゃうものあそう、うんちょっとそれは悲しいね好きなことだとは思うよって感じ本読むのとどっちが好き疲れてるとどっちもやめた方がいいんだけどもついついやってしまうなるほど、うん、なかなか根が深い問題だねうん幸せってなんだろうねって幸せ前も言ってたんだけど、ね、幸せってなんかこうさ、うん、みたいなこうなんかしみじみ感じるみたいな感じるものだと私想像しているんですけど皆さんにとって幸せとは何なんでしょう何なんですかねワクワクしたり楽しかったりするよそれはね幸せとちょっと違うちょっと違うと思うね、うんうん、それはなんかこうテンション高い状態うーん幸せってなんかこうふーって感じるものだと思うなるほどね、うん、ご飯が美味しいとかなんかそれが幸せで、うん、こうなんか何かを達成してうまくいった時ってよっしゃーみたいなのってこう幸せというかちょっと違うよねなるほどな、うん、なるほどなんかそのヴィトンのバッグ買ったーみたいなのって、うん、楽しいって感じじゃんでお金を使うのは楽しいだけどそれ幸せではないと思うんだよねお金が貯まると幸せいやたま安心かいや俺結構普通の人に比べたらだいぶ溜まってると思うんだけどおかげさまでねうーん溜まってても溜まってても別に幸せにつながるのかっていうと、うん、そうでもなくて、うん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 、不安がある不安だらけだね稼いでも不安稼がなくても不安貯金がなくても不安、うん、あっても不安なんということだ常に求め続ける帰社すべきなんじゃないのえ帰社帰社喜んで捨てるの帰社いやだいぶ捨ててますよ私今日もあのコン一生さんが、はい、あの完全家出マニュアルを未成年の方に配るというプロジェクトに賛同して、うんうん、あの私その冊数分完歩しておきましたしおお、うん、さすが
でもさ、その記者したらさ、うん、幸せになれるってのもそういう西洋哲学的発想だよね。まあね、なんかそういうそのね、寄付をして神の免罪符的な、うんうんうん、あとあの人にありがとうって言われたら幸せ、あ、幸せじゃないか、いや、ありがとうって言われたらなんかこう幸せっていうよりもなんか期待に応えないとなっていう気持ちと、うん、だありがとうって言われて、あ、うん、ありがとうございますっていう気持ちもすごくあるけども、うん、そういうと同時に期待に応えないとなとか、うん、ちゃんとしないとなとか、そういうのも当然入ってくるよね、うんうん、なるほどね、うん、そうか、うん、私ご飯おいしいと幸せですよ。そういうのはさ、しみじみ幸せ、うん、だと思うんだよね。でも清水さん別にご飯食べてすごい幸せっていう風に常に言ってる感じないね。ないね、栄養補給って感じ。それはご飯が美味しくない人の食べ方。うんと、うん、そうだよ、ほんま栄養がもう十分に補給されてると知りながらも手が動いてしまう、これが幸せな飯です。食いすぎちゃう、それ美味しいってなる。そう、幸せって何なんすかね。少なくとも私はですね、あの、うん、普通の人と比べて、うん、何億とですね、うん、飯、服などのお金使いました、旅行とかも、うん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 、そこに幸せはあんまなかったな。楽しいはあったけど。マジか、うん、でも楽しいってなんかこう幸せとはまた違うと思うんだよね。楽しい楽しい楽しいっていうのと、うんうん、なんか幸せだなっていうの。なるほどね、うん、え、あのなんか逆説的ですけど、こういう旅行ができたとか、うん、なんかいいものが買えたという時に、ああいいものが買える自分は幸せだなとかするんじゃないの。いや全然そんなこと思ったくない。マジで。いやだってそれってさ、例えば君だったら大学受かった時ね、うん、はあ、幸せだなって思った、よっしゃはあったよね。やっと終わると思ったけど、大学に関して覚えているのはですね、うん、受験で大学受験が終わった、大学受験が終わった日のその帰り道に気が楽で幸せだったね。それはなんかこう安心感だねって感じでしょ、うん、なんかこうそれはね、なんかこう幸せとは違う気がするんだよね。なるほどな。なんかやんなきゃダメなことはあ乗り切ったみたいな。あのすごくあれなことを言いますけども、多分幸せな人というのはですね、うん、幸せとは何だということをいちいち考えないんじゃないですかね。いやだと思うよ。そうでしょ、不幸だからこんなこと考えてんだよ。ひぃ、そう、うん、ね、どうしたらいいのかしらね。どうしたらいいんですかね。気づいたら、はっ、俺は幸せだったって思う日が来るかもね。まあとりあえずですね、うん、あの私は何億とあの飯、服、旅行とかに使いましたよ。いいね、旅行に使ったけど、うん、うん、心の中にぽっかりと穴が、いや、ぽっかりと穴がっていうか、ぽっかりと開いた穴があったのを隠すために稼いでごまかして使ったんだと思います。まあでも穴は穴だと。そうじゃない？そうじゃないって、私幸せだから。え、だってそうじゃなかったらさ、うん、こんな配信してない。まあね、うん、そうね。この配信をなんでしてるかっていうと、やっぱり正直であることが大事だと思うんですよね。うん、うん、正直であっていうことが必要なので、嘘は良くないと。はい。でこうなんか明るいね、清水さんばっかり見せててもなんかこうちょっと違う。それ前も言うとったな、うん、なんかそれでこうみんながこう明るくなんなきゃとかっていう風にね、うん、思うのもなんか違うし、なんか楽屋裏を積極的に見て見せていくのも大事かなって。なるほど、楽屋裏、うん、ゲームやってる時は幸せじゃないの。アニメ見てるとき楽しいだね。どっちかっていうと。なるほどね。なんかそれってどちらかというとこう気が紛れるとか、ね、そんなつらとか、あるいはいい作品を見てわあすごいなとかって思うこともあるけど、うん、なんかそれ幸せとは違うんだよ。そのあ、本当、うん、なんか違うんだよね。あの自分語りをさせていただ…いや、しなくていい今の部分はあんまきあの一時停止で見ないむちゃくちゃ嫌な顔してるからいや、あのどういうことかっていうとね、俺の話を聞けたでしょ。俺の話を聞け懐かしいね。何の元ネタは何なのか知らんけどね。あれは、まあでも15年ぐらい前の歌です。それはまあそれでね、うん、
とゲームは気の紛ら気紛らしだっつってたよ。気晴らし、気晴らし、うん、でそもそもなんでそんなにぽっかり空いてるかっていうと、うん、やっぱり子供の頃に問題があって、うん、まあ、いろいろ大変だったじゃん幼少期、うん、ね、不登校とかもしたりシングルマザーだったりさ。それさっきなんかちょっとネズさんと話した違ったっけ。いやしてない、うん、だったからこう子供の頃の安心感の土台がないわけですよ、うんうんうん、まあ、専門用語で言うと愛着障害とかって、はいはい、言うのかもしれないけども、イエスイエス、でそこの時にこう子供として甘えることをあんまりせずにただひたすらもう頑張り続けないってダメだったわけ俺の人生って走り続けないとね。そう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 、でもそれがデフォだった。安富さんもそんなこと言ったの、うんうん、そう考えるとさそれを満たさなきゃダメなわけですよ私は。その土台を満たして初めて安心とか幸せっていうのがこうあると思うんだけど、うんうん、こう そのグラグラをずっと走り続けてる状態だとねなかなかこうついつい働くしついつい勉強するっていうことになってこれ大変ですよ。でも最近はね見方が分かんないってこと、うん、トマトは死ぬからって思ってるから冷めちゃうんじゃん、まあ、冷めみたいなもん、ね、まあ、こういうのを、うん、のためにはいや安心していいんだと。前にあんまり行くとボケちゃう。安心していいんだとブレブレですよ、ね、っていうふうに思う、はい、思えた実感。そんな簡単に思えたらいいよね。でもな、うん、もう同じような苦しみを抱いてる人いっぱいいると思うから、うん、とりあえずなんかこうああしんどいな俺っていうのもちゃんと、うん、配信しゃべるとなるほどいうことも大事なんじゃないかなと。なるほどね。おやす、うん、あとあの思ったんだけど読者の人から質問とか来てたからあ後でその動画も撮りましょう。うんうん、そんなとこですかね。いろんな人が今回ね、うん、あのなんだ安富さんの本の購入、うん、復刊のために、お金をねいただいて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でそのメールにさたの住所とか書いて送ってねっていうふうに、うん、まあ、いくつかの人が送ってないからちょっとそれは早めにぜひ送っていただきたいんだけど、うんうん、あの送ってくれた人がメッセージも添えてくれるわけ、うん、で大体そうねいろんなメッセージがあった。長いのか短いのか で、うん、でも短いやつは8割方元気になってよかったですって書いてあった、うん、あのどん底に比べるとだいぶ元気になりましたよ。元気になってよかったですが8割、うん、でまあ元気になってよかったですとちょっとかぶるけれども、うん、3,4 割は心配です、ご無理なさらずってこと。無理しちゃうんだよご心配ありがとうございます。本当にあなた方が心配している通りでございます。本当についつい無理をやりすぎる。でも、ね、でまた結果が出る、はい、人に感謝される、はいはい、どんどん無理する。あらこの、ポジティブの罠にかからないように私はしております。冒頭で言ってそれがねそっかってなるかちょっとならないのでわざわざ言っております。うん、うん、やっぱキューバあたりに一時的に行くべきかもね。今日本人はどこもお断りです。どこも行けねえなコロナで大変ですねえ。いやまあでもね前向きに突き進んでる人ほど、うん、これなんかピンチが来るとガラガラっと崩れやすいので、うん、いや俺はもうコロナの不況が来る前にとことん崩れといてよかった、落ち込んどいてよかったなと。まあそれはそれでまた考えようだわね、うんうん、常に先を行く男清水だね。いや本当に思いました、はい、皆さんも引きこもって読書しましょう最近はそればっかりやん以上、はい、あなたの心のページをめくる一月満足でした痛大丈夫